で、この丸抜きという、まず丸抜きに操作がありまして、これはランニングとか、英語で言うとランニングとか、ランドっていうふうにありますけども、これは赤色の方は、真のまた X を、有限桁の数で、不要予定を作られて、記入することを言いまして、で、丸抜き誤差というのは、その実数を交渉して丸抜き際に生じる誤差ですね、ということを表します。で、その丸抜き誤差に関してなんですけれども、一応先ほども出しましたけど、その絶対誤差と相対誤差というのをちょっと一応押さえておいていただいて、丸抜き誤差に、この小数の丸抜き誤差に関しては、このバスインクションという、値があります。でこれは、ひざの奥の小数の丸抜き誤差の、相対誤差の最大値を表したものです。で、ここでの式なんですけど、X はひざの値で、これが C の値。それから x プライムというのは、これをですね、x をこの小数に丸めた値と、しまして、あと、エクノミックというのを、左の不動小数の絶対値の最大最小値、それからエクノマックスというのは左の不動小数の、絶対値の最大値ということにしたときに、このマシンクションというのは、この不動小数で表現しうる、あらゆる数の中で、この不動小数に丸めた場合の相対誤差が最大の値、これをマシンクションと呼びます。ある意味、この値がですね、不動小数のルール、体系で、どのぐらいの精度で実数を記入できるかということを表す指標になります。で過去の議論は今回省略しますけれども、実はこれ X を1と置くとですね、このマシンイプシロンというのは、1プラスイプシロンが1に等しくないようなイプシロン、正のイプシロンを最小値。もちろんこのイプシロンは不動小数の体系の中ですね。不動小数の体系の中で、1の隣にある、数っていうんですかね、不動小数になって、その数とのことにもなります。そういう意味になります。はい、それから、不動小数に関しては、一応、今までは、ここまでは少し理論的な話、中央的な話が中心ですので、もう少し現実的な話も紹介していきます。それが、IEEE754 不動小数規格というものです。IEEE というのは、アメリカの歴史通信学会の名前でして、名前聞いたことがあるかもしれませんけれども、学会、単なる学会名だけではなくて、いろいろな電気的な通信や信号に関する規格も制定されていて、その規格にもこの IEEE という名前がついていますので、こういう IT 関係の、電気関係のことをやっていると、名前を聞くことがあります。で、その不動小数の規格としてですね、現在、この IEEE754 という規格がありまして、これは、多くの計算機に今採用されている、不動小数の実用の教員規格となっております。で、1985年にですね、この最初の規格が作られて以降ですね、こう何回か改定が行われて、現在使われている規格は2008年に制定されたものです。で、この IEEE754 自体は、一般にその2進数と、ね、それから10進数に対して、いくつかの精度別に複数の規格が作られております。でその中で、現在その計算機、今我々が使っている計算機で最も広く用いられているのが、その2進数の倍精度と呼ばれる規格でして、数値計算のやっているところ、倍精度の不動小数という言葉が近くは出たり来たりするんですけども、そこでの倍精度と呼ばれるのは、この IEEE754 の規格の倍精度と呼ばれる。一応、その IEEE754 のですね、その倍精度の不動小数がどのように表現されるのか、メモに書き込まれるかというのを表したのはこちらの図です。これは倍精度と呼ばれるのは64ビットを使ってですね、この不動小数を表現するという規格になっておりますので、この半分からには全部で64個の箱が、ビット率が並んでいます。で、一応、一番左側にありますのは、
あの S で書かれたことなんですけど、これは符号ビットですね。で、次の、E の10から E の0っていうのが、あの指数ビットと呼ばれるところで、これは指数を表すためのビットですね。これが11ビット取られています。で、最後に残った桁がですね、その仮数を表すビット列なんですけども、実は先ほども、正規化、不動小数の正規化だというのを見ましたように、この場合は、その、不動小数の正規化として、整数字は必ず1と置くというふうに正規化するので、もうこの整数字が1というのは決まっているんですね。ですので、このビット率には含まれていません。もともと整数字が1に決まっているので、この整数字が1だけはここに現れなくて、小数字だけ52桁ですね、52ビット分置いてありまして、でこの小数字の52ビットに整数字の1を加えた53ビットは、この仮数を表すビット列となっております。で、まあ、これは特に式には出さないので、まあ、そんなに細かく覚えなくても大丈夫ですけれども、一応、こういう形で、数の表現としては、この下のこのスライドの下の方の式に従って、その実装を表現しているということを、この際からお聞きいただければと思います。ここまでよろしいでしょうか。はい。それから、このテキストにはですね、自然数の表記としてグレイコードというのもありますけれども、ちょっとこの授業では時間その他の都合でご省略したいと思います。で、それからと、2.1.4 節は、整数の表記としてマイナス2C 法という項目が表がされておりますけれども、ここもちょっと時間その他の都合で省略したいと思いますが、一応グレーコードとか整数表記、マイナス指法については、まあ、性格的にはちょっと興味深いところもありますので、手を出すと聞いてください。はい、ということで、今回、第2回授業のまとめです。で今回は、未進数、それから符号付き整数の表現、そして、次の歩数について振り返りました。でそれからあと、実数の入力桁での記事と、この小数について紹介しました。でその表彰数の紹介の中では、絶対予測と相関予測について紹介してみました。で、表彰数で、その実践する際に現れるバルデ誤差。それから、その表彰数での、まあ、精度の一つの指標となるマシリプションについて紹介しました。最後に、この現在、この計算機に広く使われているハイブリッドリーグの表彰数規格についてご紹介をします。次回ですけれども、次のセクションで、まあ、仮定の整数の表記、それから加算について、見ていきたいと思います。ここまで質問などを行いますでしょうか。はい、それでは今回の講義は完了したいと思います。